Hello， 我是豪泽金部长高子。我们的影片即将开始哦。开始之前，如果你还没有订阅我们国新卫视 YouTube 频道，请记得按订阅，并开启小铃铛，才不会错过台湾豪泽金节目的最新通知哦。通知哦，通知哦，哎呀，喂，啊，开始哦。真的好好玩哦，老板，飘飘河，好玩哦，真的好玩哦，对，而且真的很刺激，刺激，对不对？对啊，又舒服又安全，对对对。然后你看这么热天，在泡在水里面，很舒服，对对对。错了啊，你刚才有讲到说你之前出外景都被他们虐待，对不对？对。来，我们今天我们不用露营哦，我们住我们的露营车。哦，你看这个露营车哦，像外面的图案有没有？对，我们太阳图啊。哎呀，对对，跳着传统的，你有看它上面有一个老人的感觉，有没有？老人有一个祈祷的感觉，在抽着烟斗。其他那个东西就是我们旁边刚好玩的南澳南溪。对，南澳南溪它上面我们用 Google Map， 嗯，看它有一个图案，就跟那个一模一样。哦，对，就好像一个老人坐在抽着烟斗。真的，真的，真的，是好像他在，他就坐着抽着烟斗。哎，差不多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 ，这个当个水都是大便的水。乱讲话，可以礼貌，开玩笑，开玩笑，他就坐在那里，然后看着远方，那种感觉。这样子哦。对，所以我就把这个意象放到我们的车子上面，有没有？对对对。都一个老。所以那个设计是老板设计。对，我自己设计。好酷哦。然后这是涂层的颜色，红黑白，就是我们泰雅族最传统的颜色。タイヤル族のデザイン、素敵ですね。続いてキャンピングカーの中を案内していただきます。我们这样上来要脱个鞋子哈。好。好像日本家的感觉，有没有？哇，好干净啊，真的。对，是吗？没有，这有一个双人床。哦，这里有冷气。对对对。然后对面这里呢，我们有一个上下铺。哦。小朋友来这里就疯掉，他看到上下铺就疯掉。对啊。然后有窗户，你不想开冷气，你就开窗户。晚上其实很凉。哦，这件大概可以几个人？我们今天是四个人，四个人，对对对，就一个家庭，哦，两大三小，啊，对对，刚好，对对对对。如果要洗澡，啊，洗澡，我们刚才旁边何就旁边啊，是太阳就，对对对对，太阳就晒，太阳就晒，对对对，然后所以你们去河边，我回家里洗。啊，旁边有厕所卫浴了，啊，是有，对对对，真的，对对对，就是。还是有一些人喜欢是传统的那种帐篷，哎，我们帐篷也有，好听的也都是给我们住，用那个搭帐篷的。哦，是你们已经搭好的帐篷？有我们搭好的，也有客人自己带的。是你们可以给他选？对对对，可以选择。テントとキャンピングカーどちらもあるのは嬉しい設備ですね。するとここでボディーガードケンタがお腹が空いたとのこと、優しいオーナーさんがバーベキューを用意してくださいました。さあということでですね、ウィランさんに言われてバーベキューやりに来たんですけれども、ウィランさんがいないよ。そうだね。どこ行っちゃったの、ウィランさん。どこ行ったんだろうね。これちょっと山奥に多分なんかしに行ったんだろうね。タイヤル族の方ですからね。はい。ちょっとウィランさんいないから。はい。まあでも食材とか用意されてるんで、ちょっと僕たちでやりたいと思うんですけど。はい。ちょっとさ、待って。さっきからまさに包丁がなくない？さっきから探してるの全然ないんだよね。包丁いるの？これそのまま食べるんじゃない？これそのまま焼くんじゃない？違うんです。それお前だけ。切るんだね。そうそう。ちゃんと焼いて食べるから。確かに包丁がない。包丁持ってきてないのっけ？包丁とか。いやいや。ボディーガード包丁持たないでしょ。持つでしょ。いや、てか違う、ボディーガードじゃなくて、ボディーガード。お前だってさっきウィランさんが遊びに行くっつって、なんかあんなでっかい持ってきてたじゃん、スーツケース、あの青いスーツケース持ってる、あんなも入ってないの。お菓子しか入ってない。お菓子しか入ってないじゃないよ。お菓子しか入ってない。もう本当頼りになんないじゃん。もういいよ。俺普段持ち歩いてるから、こういう時のために。危ないよ。危ないよじゃないよ。じゃあ俺こういう時のために。危ない。こうなんか料理する時にさ、ふとさ使うかもしれないでしょ。だから持ってきてんですよ。モテる、それモテる、モテる男はそれモテるんです、モテるんです。そうなんですよ。これがね、ちょっと女子力が高めな高橋部長でございますけど。確かにね。はい、ちょっとね、ここまな板なんです。まな板とかっこいいじゃん。やっぱさ、こういうさ、外でなんかするってなったらさ、包丁って正直ちっちゃい方がいいじゃん。そうだね。で、包丁ちっちゃくするの大変でしょ。でもね、これね、見てください。これちっちゃ。これね、スイスクラシックの折りたたみ式パーリングナイフって言うんですけど。名前めちゃくちゃかっこいいやん。かっこいいですね。名前めちゃくちゃかっこいい。これね、こうやってね、折りたたみ式なんですよ。わかります？こうすごいこうやって折りたたみ式で、だからこういう外でこうやってバーベキューする時とか、キャンプする時はまじぴったりだなと思って。でしょ？
で、ただこういう折りたたみ式の包丁って正直切れ味悪いじゃないですか。そう、切れない。切れ味悪いんですけど、正直切れないです。この包丁ね、なんと人間工学に基づいて設計されてるので。言葉は人間工学。人間工学、これ人間工学に基づいてここの ね刃がデザインされてるんで、これね力いらないのよ。ケンタみたいにこんなね大きくなくても、俺みたいなガリガリでも女性でもいけるの。そう、女性でもいけます。女性の方がさっき切れる。それをねちょっとねお見せしたいなと思って。本当に言ってんの、はい、お見せさせていただきます。でね、さらに僕がすごい気に入ってるのがこれね、ここちょっと見てほしいんですけど、カメラさん、ここね、ここ横にしてこうやってしまえるんですよ。これ分かります？で、普通の、うん、こういう折りたたみ式ってこう押すじゃないですか。そうですね、押してこうやって畳むでしょ、うんうんうん、でもそうするとここに危ないじゃないですか。分かります？よくあるよね。こう来てここが切れちゃうとかよくあるんですけど、これはこう横にしてこうしまえると。で、しかもこの新しいモデルからこの折りたたみが追加されたんですよ。あ、そうなんだ。新機能。新機能なんだよ。素晴らしい。素晴らしいでしょ。おお。じゃあまあね、このスイスクラシック折りたたみ式パーリングナイフ、さすがにちょっと切れ味を皆さんにお見せしたいんですけど、まあ、まずじゃあ軽めなところからいこうかなと思います。じゃあキノコ食べたいです。キノコ、うん、はい。普段皆さんどうやって切ります？普段直接僕の場合は包丁こう刺してからガーンってやって、はい、その後この袋をブチブチブチってちぎってペッてやって、そのままあれます。大丈夫大丈夫大丈夫。なんかすごい大変そうだけど大丈夫。そう、そうでないと切れない、切れない、うん、でもねこれね、まあ皆さんが袋ごといくじゃないですか、袋ごと、うん、で結構さこうやるじゃないですか、大変で切れないんで、うんうん、切れない切れない、だから刺すのよ。そう、ね、これ嘘じゃないですよ、見 てくださいよ、うん、このままいけちゃう、このままこうやって、ほら嘘、すごいでしょ。で僕見て、ここは力入れてない、力入れてないよ、力入れてない。何これ、すごくない。でそして何を見て、ほら、うわ、この切れ味、ほら、すごい、こういうあのギザギザの刃で切ってるのにめちゃくちゃ断面綺麗。めちゃめちゃ綺麗でしょ。何これ。でしかも今ケンタ見た、俺全然力入れてないんですよ、うんうん、こうもうこれぐらいよ、2本の手もいけるぐらいよ。じゃあ続いてはですね、ヘチマいきたいと思います。ヘチマね、まあ、柔らかいですけどね、うん、柔らかいですけど、どれだけ力入れなくて切れるかというのを、そうだね、そこで集中してくれる可能性あるからね。僕この2本で入れるか使わないですよ、2本の、はい、これでいきますからね。いきますよ、はい、これこうやっていくと、ほら、もう切れちゃう。すごくない？お、マジでこれ。俺2本の指しか持ってないよ。めっちゃ綺麗、また。すごいでしょ？すごっ。なにこれ？タカシザマシン。いや、タカシがすごいんじゃなくて、このナイフがすごいからね。全然タカシすごくなくて、ナイフがマジですごいから。そうね。まあ、でも野菜ですからね。おうおうおう。言うて両方とも野菜ですから。はい。肉道ですか、筋があって、これまた切りにくい。ですよね、奥様。そうですよね。誰に言ってんの？ね。だからこれ、ちょっと俺に切らしてもらっていいですか？おうおう、やりたい。いきます。どうえ、ちょっと待って、どうよ、うわ、おすげえ、1回でほぼほぼ切れてる。あ、すごい、2回で終わった。どうよ、これぞ高橋さん、マジ。いやいや、お前じゃないから。何これ、大丈夫？あ、俺じゃない、銃刀法違反、大丈夫？大丈夫、長さ大丈夫、長さ大丈夫だね、大丈夫。え、見てこれ、筋、ここ、すごい綺麗、本当に綺麗。マジで、うん、すごいでしょ。これ世の中の包丁いらなくなるんじゃない？それぐらいの勢いですよ、うん、本当に。じゃあちょっとほら、次豚肉の方がちょっとさ、あ、そうそう、筋多いよ、豚の方が、ね、見てこの油とここすごい、まあ、これ切りにくい部分ね、ここ行ってみようか。じゃあ、そう、行っちゃって行っちゃって、おーおーおー、もうほぼほぼ終わってるよ、一発でいった、すげえ、もうほぼほぼ一発よ、めちゃくちゃ綺麗に切れてる、すげえ。何これ、マジで自分で持ってきておいてすげえとか言っちゃったの。自分で持ってきたのに。人のね、いやでもこれはすごいわ。そうなんですよ、で切れ味もいいんですけど、ちょっと今切って思わなかった、あのさ、はいはい、これね、取っ手の部分に滑り止めっていうか、こう滑らないようになってる。確かに、そう、ね、お肉とかって手がぬるぬるになる、うん、油でぬるぬるになるんですよね。でもこれぬるぬるになっても滑らないんですよ、滑り止めっていうか、ほんとだ、危なくないんですよ、確かに。でちょっとお肉好きなケンタさん、はい、最後鶏肉いっちゃう、鶏肉いいの、鶏肉皮やれば、やもう OK、 切れる、大丈夫か、これちょっと心配になってきた、俺言ってる、うん、嘘、そうでしょ、一引きだよ、すげえ、一発、一引きだよ、一発。切れ味抜群なパーリングナイフ、殻がついたままのエビも簡単に切れ、硬い硬いフランスパンも糸も簡単に切れちゃうんです。
さらにこちらのナイフの最大の特徴はトマトを切る際、切り口からトマトの汁が飛ばないようにきれいに切れちゃうんです。すごい。また汚れや熱に強く、傷がつきにくいステンレス製のナイフのため、とっても衛生的なんですね。食材も衛生的で、調理器具も衛生的になんて安心ですね。さあ、それでは部長、食材を切り終えたところで、そろそろバーベキュースタートですね。じゃあバーベキューやっちゃいましょう。早くしよう。バーベキューやっちゃおう。バーベキュー、イエーイ。お腹減った、お腹減ったから、買おう。你干嘛？我是来今天帮大家烤肉的，我是阿嘎。啊？对。哈？这怎么？啊？对，今天的烤肉是我们帮大家烤的。也就是，嗨，就这些。你刚早一点来啊？对，因为今天有点太忙了，然后有太多客人要帮我烤，所以我们就是。不会不会不会。なんとシェフがいらっしゃったんですね。お二人とも良かったですね。ここからシェフにお願いしちゃいましょう。哇，这个是谁切的？切得很好哦。嗨，是你切的还是？这个刀子切的。刀子切的，刀子切的，不是他切的。刀子，刀子，哦，一看就刀子。刀子，这是很幽默哎，很幽默哎。ユーモアのあるシェフとともに、2人も調理のお手伝いを。うん、見てるだけでお腹が空いてきちゃいます。皆さん頑張って。哇，这个酱好香哦。什么酱哦？这个是我们自己做的烤肉酱。里面有什么料？里面都是我们用了很多新鲜的食材，比如说茴香头、百里香，然后洋葱啊、蒜头这样，都已经打制出来的。对，非常香。自家製ダレがふんだんに塗られた食材たちが焼き上がりました。ケンタもう我慢の限界なんじゃない？さあ、そしてご覧ください。こちらバーベキューと、そしてラーメンでございます。素晴らしい。ラーメンがなぜあるの？確かに。你是你好，我是那个出名的小陈。乔天山，乔先生，你好，你好，你是这个拉面店的老板啊？谢谢谢谢，帮我们准备这些拉面哦。好，那我们接下来，吃吃看拉面。好的，没问题的。谢谢。然后呢，そして、先ほどウィランさんのお父様、先輩、四人でね、この豪華な食事たちをいただきたいんですけれども、まずやっぱり。行きたいよね。これを待ち望んでたからね。それ最初にやめた。じゃあ一口烤肉。はい。乾杯。乾杯。はい、お肉乾杯です。いただきます。最高お肉。すごい。俺がいただいたの、この小さく切られてるステーキなんですね。歯ごたえがめちゃくちゃしっかり残ってて、噛むごとに牛肉の美味しい味と、さっきのあのラオバンの秘伝のタレ、あれの味が一緒になって、こうなんていうの、まるで音楽のハーモニー、わーっと口の中で。めっちゃいいことよね。そう、もうしばらく喋れなかった。めちゃくちゃうまい。私今日ね、フランスパンを用意しまして、これをね、お肉をちょっとペッて上に乗っけて。甘みが、うん、うん、何言ってるの？わかんねえよ。何言ってるか分かんねえよ。めちゃくちゃ美味しい。確かにフランスパンと一緒に食べることによって甘みがガツンときて、すごく生かされてますね。めちゃくちゃうまい。気になってたラーメン。これ続くラーメンも。今天準備了鬼头刀神鱼片ラーメン。鬼头刀就可以直接生食，然后搭配我们那个大量熬煮的鱼汤，对，才就有这一碗麻糕鱼白汤拉面。那另外一个的话是我们家特别的鸡白汤拉面，对，里面的话的是用鸡骨、鸡爪、大量的蔬菜下去熬煮10个小时以上，对，所以吃起来经过我们会做一个爆香的动作，它吃起来特别的爽口，而且会有一个锅气的香味。那我们最后这个叉烧会用灯香稍微烧过以后，所以它会有那个炙烧的香气。嗯，谢谢。怎么样？あのね、甘みとしょっぱさがちょうどよくて、麺にね、スープの味がすんごい染み込んでる。わあ、それ食べたくなるな。ブラシ君、川辺の音。あ、気持ちいい。気持ちいいね。気持ちいいね。じゃあ僕は魚の方をいただきますね。はい、いただきます。
でしょ。いや気持ちいい、言っていいから気持ちいいって。気持ちいい。チャオシュウ。なんで中国語で言うんだよ。気持ちいい。気持ちいい、気持ちいい。気持ちいいがチャオシュウ。間違いない。チャオシュウ、チャオシュウ。马糕，男人吃了会。biang biang 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 的啊，变变现在变变变变变该看哪路的啊，变变变变哦，变变变变，啊，刚才这个变的多点，要不要变变变变变变 ？OK OK， いただきます。はい、ライアン魂よ、变变变なるのでしょうか？元気だ。お元気に。お元気に。おお、变变变。ペイちゃんビャンビャンビャン元気になるもうすごい香りが、うん、そう初めて食べてみてどう味は、うん、味はすげえうまい、うんうん、ちょっと柑橘系っぽいあそうそうそう柑橘系ねあーあリモンリモンでジャンマオジャンマオ跟リモンとても本格的なラーメンがキャンプ場で食べられるなんてありがたいですよね。さらにここでしか食べれない真っ赤おな入ったラーメン気になる。私も食べてみたいな。哇，这个好烫，好烫，好烫！有没有东西可以放？没事，我们吃咖喱。哦，哇！那边那边式にもなる。使えるの？それ。那边式使えるの？厉害！这个吃咖喱，好，小心点啊！哇，美味しそう！哇！哇，でも本当に本当に。老板，谢谢哦，谢谢哦，真的谢谢啊！爸爸也谢谢，谢谢，老板也谢谢，真的真的，给我这么多东西招待我，我真的好谢谢哦，ありがとうございます。本当にもうね、很感谢。对对对，今日は任務がなかったんで。そうですね。これで終わりということなのかな？これでまずこれね、この後みんなで食べて、ゆっくりとみんなで食べたいと思います。はい。え、应该没有，应该没有其他好玩的吧？还有，还有吗？还有。バーベキューを食べ終えた一行は最後のアクティビティ川エビ取りに行くことに。夜行性のエビたちが暗くなったこの時間から川で泳いでるそうなんです。おい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 でしょでしょえいよえいよ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 えはいケントいやおおでかすげえすげえほら見て取った取ったぞ見て取れましたこんな簡単に取れるんだ。すごいねこれ。お二人ともすごいですね。そして見てください、こんなにも大量に捕獲に成功。やばいね。哇不错不错不错真的吗？对啊我这蛮多耶。哇这边都是我抓的哦。很久了其实是差不多是你抓的。那我们再努力一下好了。再努力一下。我再努力一下。先に取ってたからいっぱい取ってたからまあ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 先に取ったのはねそうだねでも一番でかいのは俺が取ってるからねまあ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 それはちょっとねそれは間違いないんだよねということでもお疲れ様でしたお疲れ様でした今日本当お疲れ様でしたありがとうございますちょっと私ソーダなんですけどソーダをいただきます私マーガオのねビールいただきますいや疲れましたねケンタいやー楽しかったもう本当にね大自然で皆さん本当にのびのびとお仕事して僕たちもね今日一日のびのびさせていただきましたどうもありがとうございました本当にありがとうございましたスタッフの方々ねこれからもねこういったねこういった楽しいねまあ普段の任務楽しいですけどこういったね任務をねお願いしたいと思います皆さんもありがとうございましたそして何よりもねこのビクトリノックさん本当に今日はねいろいろと活躍していただきましたはいこうねほんと切ったりとバック一日とね、僕の荷物守ってくれたり、ケンちゃんのね、ケンちゃんの荷物もね、借り物もいて、本当にもありがとうございました。そしてね、ウィランさんですよ。何もウィランさん。うん、今日ねこちら止めていただくんで、ウィランさんどうもありがとうございます。ありがとうございます。そして皆さん本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん方々優しいです。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあこの辺でバイバーイ。バイバーイ。ビン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 。おいやめろお前だから今いい感じで終わって。あーもういい感じ終わったのにさ本当にもういいよいいよ乾杯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 イエーイビュンビュンビュンわあ時間过得好快哦看完我们节目还喜欢吗喜欢的朋友请记得订阅国新卫视 YouTube 频道并开启小铃铛才不会错过台湾好资金节目的最新通知哦也欢迎在底下留言告诉我你们看完节目的感想哦还有如果还没有 follow 比克台湾台湾好资金的朋友们请扫描以下 QR code 到我们粉丝团来按个赞哦赞赞赞赞赞赞赞可以的加油啊拜拜